こんばんは、シェリスペイロフの部長です。前回の、野口のバイク動画に引き続き、今回は僕が担当になりましたので、ちょっと動画を撮らせていただきます。今日はね、一応料理を作ろうと、部長料理を作るということで、簡単な料理を、風とものとか使って、作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、では一品目はニラ玉を作りますね。まあニラですね。そして卵が2個のひき肉を入れて、作っていこうと思います。まずニラの調理をするのですが、ね、基本的に今回包丁は使いません。まずはこちらのニラちぎります。大体ね、僕は包丁を使わなくていいよりは、このまま、ね、引きちぎる感じか、こんな感じか。よし、じゃあ次卵、卵ですね。卵を割って、よいしょ、まあ溶いて、よいしょ、いきますと。で、卵、まあ、ひき肉は、まあ、後で調理ということで、下準備。では、調理の方に入っていきます。まずは、カセットコンロの隣に入って、火をつけて、あ、大丈夫ね。よし、じゃあ、まず、油を引いて、まず、ひき肉から炒めていきます。頭にしたところで、次にニラを入れます。まあ、ちょっと色が変わって、いい感じかなぐらいで、卵の方を入れます。これですね、うちは昆布醤油を使っています。回しがけながら、ね、で、ニラ玉完成です。ちょっとうまそう。じゃあ1品目の料理、ニラ玉が完成です。続いて2品目はですね、カツオのカルパッチョ風サラダですね。でまず、レタスがこれ2分の1ですね。レタス2分の1と、まあ普通にお刺身コーナーでカツですね、カツ。よし、まず芯ね、芯をちぎると、このままこのレタスもね、よいしょ、こう手でちぎって、まあいい感じになってきたところで、まあカツを盛ると、カツを盛っていきますね。よし、でまあとりあえずこんな感じですね、サラダで。肝心のドレッシングをね、作ろうと思うんですが、ドレッシングは手作りでいつも作ってます。で、まあ簡単なんだけど、こう、まあ、ポン酢いわゆるポン酢で、サラダ油、これだけでね、本当にめちゃめちゃうまい万能ソースが、ドレッシングができるのでね、作っていこうと思います。ちょっと入れすぎぐらいな感じですけど、油とポン酢も、よいしょ、でこれをまあよく油で戻らしてみるとかね、やるとまあ綺麗になるよと。でそれに、よくかければ完成ですね。で、これで2品目、カルパッチョ、カツオのカルパッチョ風サラダの完成です。では、料理ができましたので、じゃあ、いつも飲んでるハイボールと一緒に晩酌したいと思います。まあ、とりあえず乾杯って感じで。
じゃあまずサラダからいくかな。カルパッチョサラダ、カルパッチョ風サラダ。頭だけの肉が入るとね、まあ、さボリューム、ボリューム感も出るし、もう主菜感がね出て、ああうまい。じゃあこれ以上ねこのままやってるとただの晩飯食べてる風景になってしまうので、ここの辺で終わろうと思います。シュリスペイトの部長でした。シュリスペイトの部長でした。バイバーイ。